皆さんこんにちは。今日はですね、音声の復旧のために、山小屋来たんですが、残念ながら直せませんでした。ただですね、こんなに素敵な青空と、樹氷ですね、これね、雪がついた、木々の、美しいコントラストを見ることができました。奥の方のですね、カラマツにも、バッチリと雪がついてまして、本当に綺麗です。今目の前でね、子供たちご飯食べててくれてますけれども、音声が早くね戻るといいですね。頑張ってみます。そしてですね、南の方にちょっと目を向けると青空になんとなくこうエアブラシで吹いたような、雰囲気のある雲が出ています。庭もですね、昨日の雪で、まあ、全体的に白くはなっています。まあ、あの真っ白にはなりませんでしたですけどね。今もちょっとまた雪が降ってきてますけれども、こんなね季節の軽井沢、青空に恵まれると、本当に綺麗な、景色が見れます。そんな形で今日のレポートといたします。失礼します。